はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はこのハットボブ2018年式の FX-FBS の、走行動画をちょっと撮ってみようかなと思ってます。とで前回、ご紹介した時から、変更したところというと、マフラーが変わりました。こちらですね。こちら、トゥーブラザーズレーシングの、2イン1のマフラーになってます。エキパイも交換して、マフラー全交換という形で交換してます。で音はね結構ね迫力ある大きい感じになってます。で、トルクもなんか上がった気がしますね。結構1速度か2速の立ち上がりが良くなった気がします。であとは細かいとこなんですけども、ここのシフトペグこれを、パインバレーさんのオリジナルのものにしました。なぜかというと、スニーカーが純正のやつだと汚れてしまうので、ちょっとスニーカー汚したくないので、ゴム製から金属製のものにしてます。結構踏みやすくていい感じなのでおすすめですね。では早速走行動画撮ってみたいなと思います。ではでは。はい、ファットボブの走行動画いかがだったでしょうか。まあ今現状走るとこんな感じに映るっていうのだけちょっと撮っておきたかったので、皆さんのカスタムの参考になればいいかなと思ってます。まああと今後もカスタムしていく予定なので、そちらもお楽しみにしていただければなと思います。この動画ではバイクをはじめ、自分が興味あることをご紹介していきますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではでは。